クローンは、同一の起源を持ち、なおかつ均一な遺伝情報を持つ、拡散、細胞、個体の集団。元はギリシア語で植物の小枝の集まりを意味する、カッパラムダニュークロンから。1903年、ハーバート・ウェッバーが栄養生殖によって増殖した、個体集団を指す、生物学用語として、クローンという語を考案した。本来の意味は挿し木である。 クローンとはすなわち、分子、DNA、細胞、生体などのコピーである。これらは、生物学実験や検査において、不可欠な技術である。クローンを作成することをクローニングという、西洋タンポポの群落。おそらく一つのクローンである。無性生殖は、原則として、クローンを作る。単細胞生物の細胞分裂は当然クローンとなる。 有性生殖をするまで、群落は一つのクローンである。体細胞クローンは、年齢の異なる一卵性ソーセージを作る、という見方もできる。植物では、栄養生殖がある。匍匐系を伸ばして増殖する植物は、往々にして、群落を形成するが、それらは同一のクローンから構成される。竹林、林根草はその例である。一部の生物、特に三倍体の生物は、 マクロには、通常通り種子や胞子を作っているようでも、原数分裂、融合へない無融合生殖を行い、子は、クローンとなる。西洋タンポポが有名で、広大な範囲にわたるクローンを形成することもある。無融合生殖によるクローンは動植物を問わず、見られる。山甲橋は、日本には、メカブしか存在せず、一つの株のクローンであることが明らかとなっている。 カビでは体細胞分裂により生殖子を作る無性生殖が広く行われておりクローンの子孫が生まれる。分生種を作る死脳菌や不完全菌、胞子脳胞子を作る接合菌類である。アリなど有性生殖もする個体が単ため生殖している場合は通常減数分裂を経ておりクローンではない。カニの一種巾着ガニは左右のハサミに イソギンチャクをつけて防御などに用いるが、このイソギンチャクが片方だけ失われると、カニはイソギンチャクを二つに引き裂く。引き裂かれたイソギンチャクはクローンとなり、数日で元の大きさになる。これは、ある動物が別の動物の無性生殖を促す唯一の事例である。クローンは遺伝的には禁質であり、遺伝子という観点からは、群落というよりは、 むしろ一つの個体であるといえ、リチャード・ドーキンスなどはクローンを一つの巨大生物に例えている。天然にクローンを作る種では、進化により、それに応じた適応が生まれていると考えられる。具体的には、他のクローン個体に対する立他主義や、新社会性の進化が見られると予想される。実際、メスがタンたタめ生殖により、集団を作るアブラム種類では、 新社会性のものが発見されているし、ヒドロム種類など無性生殖による軍隊を作るものには分量が見られる例も多い。適応という観点からは、親は自分のクローンのみを産めば最も効率よく繁殖できることになる。しかしクローンでは遺伝的多様性が得られないため、単一の要因により大きな被害を受ける可能性がある。 このことが、クローンの実による繁殖を行う種が少ないことの一因である。歴史的には、広く、クローンで栽培されていたグロスミッシェル品種のバナナが、パナマ病により絶滅した例がある植物については、古くから挿し木などのクローン技術が、農業、園芸で利用されている。体細胞を材料とするクローンは、メリクローン栽培として実用化されている。また、遺伝子をクローニングすることは、 インスリン等様々な有用物質を生産する遺伝子工学や生物工学において不可欠の技術となっている。植物とは異なり、動物ではプラナリアやヒトデなどのごく一部の例外を除き、文化の進んだ体細胞や組織を分離してその細胞を動物個体に成長させることは未だにできていない。文化の進んでいない受精卵ではそれが可能である。 現在の技術では、肺や体細胞から取り出した DNA を含む細胞核を未受精卵に移植する核移植によってクローンを作成する。人工的な動物個体のクローンは、ウニの肺分割により1891年に初めて作成された。さらに、肺細胞核移植及びに体細胞核移植によるクローンはカエルのものが初めて作成された。 哺乳類のクローンは羊のものが1996年に初めに作られた。細胞融合を必要とする体細胞核移植では1998年に牛においてもクローンが作成された。細胞融合を必要としない体細胞核移植であるホノルル法によって1997年にマウスのクローンが作成された。現在はホノルル方法を用いて猫、馬、 ヤギ、ウサギ、ブタ、ラット、ラクダ、サルなど多くの哺乳動物で体細胞由来のクローン作成の成功例が報告されている。個体全身を作成するクローンではなく体細胞クローン技術やその途中経過である移植者自身の体細胞より発生した幹細胞を利用することで臓器を複製し機能の損なわれた臓器と置き換えたりあるいは幹細胞移植による 再生医療も研究されている。日本におけるクローン技術規制法のように、世界各国で、一クローンを禁止する枠組みができつつある。理由としては、先ほど出たような寿命が短いというような問題の、他に、外見の全く一緒の人たちが何人もいると、社会制度上大変なことになる、優秀な人間のクローンをたくさん作り優秀な人間だけの軍隊を作る、独裁者が、 クローンで影武者を立てるなどといった事態が起こるから、ということが挙げられるが、上記のように根本的に不可能なものがある。また、優秀な人間だけの軍隊、野球チーム、サッカーチームなどという存在は、生まれてきたクローン人間に強制的に軍人や、スポーツ選手の道を歩ませない限り不可能であり、これは、クローン人間に、普通の人間並みの人権を認めないということになり、 人権上問題があるばかりか、ある意味奴隷制度にもつながりかねないものである。なお、研究上ネアンデルタール人等といった、個人類のクローンについては、規定が明確ではなくグレーの部分がある。絶滅した、個人類を人として扱うか、動物として扱うかは、本来法的に問題にならないが、クローン技術で復活させて研究する等といった、技術的な進歩次第では、 人類進化のための研究を認める加藤を考慮する必要性が発生することも考えられる。菅沼信彦はいくら法規制をしたとしても権力者が自分のクローンを作ろうとすることは止められないだろうと述べている。加藤直武はドイツでは禁止されているからアメリカで作ろうというような事態が起きないように全世界共通の倫理基準を作るべきだと主張している。 このような禁止措置は ES 細胞、IPS 細胞などの生命科学の発展の障害となる可能性があり、考え方の対立が問題となっている。多くの宗教はクローンの作成について批判的な見解を持っている。クローン人間作成を推進するナエリアンムーブメントの関連企業であるクロネード社は ES 細胞を用いたクローン技術によって、 人工臓器を作ることができ、多くの人々を救えると主張している。また、不妊に苦しむカップルにとっては、クローン技術こそ子孫を残すための唯一の方法であるとしている。私を話さないで、ありがとうございます。